ガルパン鬼面組説の話、ガルパン鬼面組説の話、ガールズ&パンツァーを見てて思ったのはですね、思ってるのはちょっと鬼面組に似てるなみたいな、そういう感じを受けたわけですね。鬼面組、ハイスクール鬼面組ね。でそのハイスクール鬼面組っていうのは、その主人公のね、レイ君、一同レイ君の周りにこの5人ぐらいね、含めて一同レイ君を集めて、含めて5人ぐらいがこのグループになって、まあ高校の中でね、まあ、中学からですけども、高校の中でいろんな人と出会っていくみたいな、そういう、まあストーリーなんだけども、その必ず5人なんで、大体5人なんでね、その学校内にいる他のねグループも大体5人ぐらい。例えばね、スケバンの女性のグループ大体5人ぐらい、そういうグループもあったりとか、あとスポーツがよくできるような、まあスポーツバカみたいな、そういうね、5人がグループになっているとか、まあサークルというかグループというかね、連れというか、まあそういう、まあ学生時代のまあグループですよね、よく遊ぶグループとかね、はい。で、クラスと関係なくその趣味で集まってる、あるいはそのそういう同じ趣向で集まってるね、そういうグループがたくさん、高校の中であるわけですね。他にもですね、イケメンばかり集まってるような男子5人のグループ、とか、まあそういうですね、細かい、趣味あるいは細かい趣向をこうのまあ同好会というかね、そういうのが5人ずつバーッとあってですね、まあそういう人たちの紹介とか、まああと鬼面組がどうね関わっていくかっていう、そういう、まあコメディのね、結構かなりいいコメディなんですね。質は高いと思いますね、私はね。で鬼面組のね、メンバーは共通ってあんまないんですよね。同じ趣味かってないですし、同じようなモードでもないですし、なんかこう部活が一緒でもないですし、ただ顔がね、顔がまあちょっと不細工であるというね、そういう共通点はあるわけ。あるいは顔じゃなくてその趣味がね、趣味が誰からも相手にされないようなちょっと気持ち悪い趣味とかね、性格にちょっと難があったりとか、はい、まあそういうね、まあなんていうんですかね、グループが作れないような半端者みたいなものが5人集まったのが鬼面組なんだよね。まあ、要するに落ちこぼれというか、のけ者というかね、そういうまあ外見的にもね、その、ちょっと気持ち悪がられるような、そういうね、男の子が集まったのは鬼面組ということなんで、まあ、そういう作品なんだけども、ガルパンはね、あのガールズ&パンツァーは、主人公の周りにですね、まあバラバラの女の子たちが集まって5人ぐらいかな、戦車に乗ると、それがまず最初だったんだね。これも鬼面組と共通してますよね。全くバラバラの、まあ少数のね、一人二人のそういう、まあ落ちこぼれ組というかね、のけ者組みたいなのが集まって、戦車というね、一応の共通点を使って、まあ、他のね、人々と関わっていくみたいな。で面白いのはね、同じね、お笑いのまあ高校に他にも戦車道を取ってるね、女子たちがいて、その女子たちはまあ 4,5 人ですけども、同じ趣味、同じ
部活、例えばバレー部のねチームがあったりとか、バレー部5人ぐらいで戦車に乗っているチームがあったりとかね、うん、それから1年生だけで戦車に乗ってるそういうグループがあったりとか、あとはですねもちろんヤンキーも、ヤンキーでだけで戦車に乗るとかありますし、生徒会だけで戦車に乗るとかね、うん、まあ、いろんなそういう共通の趣味、あるいは共通の役職とかね、共通の同好会みたいな、そういう人たちがグループを作っているというね、そういう鬼面組との共通性があるわけですね、うん、だからその動き方もやっぱりバレー部だったらこういうふうに動くとかね、はい、生徒会はこういう動きをしてるとかね、うん、1年生は逃げちゃうとかね、はい、怖くなったら逃げちゃうとか、まあ、いろんなね、まあ、楽しみ方があるというかね、はい、そういうのがあるんですけども、まあね、そんなことをね、考えております。